はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、つば太郎です。はい、どうもお久しぶりです。ペルソナのコラボの動画を見てない方にとっては結構お久しぶりだと思います。インフルエンザをね引いてしまいまして、動画を撮る元気がねほとんどなく、まあ一時的にね薬のおかげで元気あった時もあったんですけど、安静にしないとねちょっと予定があったので、直さないといけないんでね、安静にするために動画を、撮影しておりませんでした。もちろん他にね何もできず、まあ、パズドラは一応ぼちぼちやってたんですけど、そんなにもできずっていう感じでしたね。まあでも今日から頑張って再開していこうと思います。で、一発目ですね。はい、ソニアクレア、なんか語呂がいいんだか悪いんだかわかんないですね。フェスゲンの、ソニア、木と青ですね。火はちょっと除外されてしまったので、今回おそらく究極はなかったんですけど、今回水の方をね使っていきたいと思います。で、パーティーがですね、一応追加攻撃あったりとかで、基本的に今見たら全員これ星6フェスゲン以上だな。これが一番レア度高いけど、まあ、編成難易度はちょっと高いかもしれませんけど、組んじゃったらね、そうなってただけなので、特に理由はとかね狙いはないです。別に高級感だとか一切ないです。で、L 字消し強化がね2つ、 L 字消し強化じゃねえわ、攻撃だわ、これ確か 1.5 倍でしたっけ。 1.5 倍であってなら 2.25 にさらにこのね2倍2倍4倍が重なって、まあ恐ろしい火力になりそうですね。で、L 字消しで消さなくても基本的に強くなるんで、強くなるというか強いんで、別に3つ消しでもいいかなって感じです。で、リーダースキル一応見ときますか。ドラゴン、あ待って、まだ出てないわ。はい、ドラゴンタイプの全パラが 1.5 倍、ドロップ操作時間2秒延長ね、指がね覚醒にないと思ったらそういうことですね。で、闇と水の同時消しで軽減しつつ5倍ということで 7.5 倍ですね。ちょっと低いと思いますけど、これでどこまでいけるかやりたいと思います。で、今回ね百花繚乱追く理由は単純に経験値が6倍になってるからです。あと実験のダンジョンとしてはね結構いい感じの難易度なんで、まあ、本来はね壊滅級とか、あれ壊滅級だっけこれ、違う気がするけど、まあ本当はね結構難しいとこのはずなんですよね。ああ別に書かれてねえか。前まではねすげえお手軽ダンジョンとか思ってたんですけど、動画撮るときとかね、よ何度も何度もやってるうちにこれお手軽ダンジョンじゃねえなって気づいて、そりゃそうですね、ソティスも出てくるわ、最後のボスとか全員1000万2000万とか超えてますからね、そうそう勝てるようなダンジョンではないんだよな。前にノエルが必ず出現だか一定確率で出現だかなんかそういうのやってましたけど、まあね難しいですよねこのダンジョン。あそうか、今ごこげしして気づいたけど L 字消しを忘れていた。ごこげしというか勝手に5個消えてしまって気づいた。闇吸収そこでする、そこでしちゃうか、今火力確かめようとしたのに。これは水と木を消さないと軽減できないんで、闇を消さないと軽減できないんで、まあ張りつつって感じかな。ちょっと鼻噛みたい。ふ、あれめっちゃ削ってんじゃん。なんで？あ、闇がそんなに、あと雨粒の光でちょっと押してくれたのかな。いやどうしよう、ちょっと軽減一応組んどきたいから、ね、無理せず組みますけど死んでも嫌なので。あれ全然なんか、だよね、え闇ってそんな強くない。そしたらじゃあちょっとね光と水だけで頑張ってみましょう。L 字消しした方が強かったり、
これで削れたらすごいけど。あー削れないけど、もういけるじゃん。はい、うん、これでいけるんか。なんかかわいそうだな。あ、出た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 。あ、でも出たけど、出たけどっていうか、こいつ何がまあ凶悪かって結局指減らしでそんなねコンボ組めねえよっていうモンスターだと思うんですけど、こんだけ陣がいっぱいあるパーティーだったらね、ソニアの陣使っていきましょうか。何秒パズルだろう。3秒。あ、いけるいける。じゃあソニア使って、まあ残念ながら今回バインドも何もされてないですけど、これで6コンボ組めばいいんだよね。うわ、なんか最悪なところに色がいっぱいあるな。本当はここにね闇ドロップがなかったら結構良かったんですが、ちょっと待ってくださいね。こうこう闇組んで、いやでもそうするとダメだな。こうしてこうしてもうやりますかね。はい、 OK。やっぱ3秒あればいけますね。 OK。 このソニアがねあと1ターンか。どっかで遅延食らったっけな。あれ、スキル上げしてないか。やべやべ、スキル上げし忘れてた。木の方のソニアは上げたんですが、こっちをどうやらし忘れてたみたいです。いやでもさっきのミオンか、ミオンを結構簡単に突破できるのは嬉しいかもな。指奪いされてもね、ミオンワンパンしちゃえば大丈夫なんで。よいしょ、こうしといて、オッケー。今のところ 7.5 倍でも戦えるみたいですね。ちょっとこっから多分きつくなりますけど、百花繚乱2の特徴としてね、ここら辺からめちゃくちゃ硬くなりだすんで、このパーティー意外と強いじゃんって思ってやってみたらね、ここら辺からねめっちゃ苦戦するってことよくあるんで、ウェイ。そしたらどうしよう、これ使おう、リュウネ。てかこの本当に陣しかないな。もう今アマツが雷神溜まっちゃってるんで、本当に陣しか今打てないですね。まあ嬉しいけど。あ、そういえば今の今まで L 字使ってねえわ。なんつうの、ちゃんと闇と一緒に組んで使おっか。うえ、ヘルヘル、いい、使おう。よっしゃ、ここで L 字組んで、まあ、7コンボもちゃんと出しつついきたいと思います。そんな高等なことできるのかな。あ、やばい。1,2,3,4,5,6。 あー、まあ落ち込んだ、ありがとう。800万出てますね。おーおー、アップアップね、アップね。これもでもソニアのおかげですよね、ソニアのこの全パラ。アップね、マジこんなことあるんか。よし、最後ジンでせっかくなんでね倒していきましょう。ソニア撃ちましょう。よし、いやー、この攻撃耐えたの初めてです、僕。多分。もしかしたら、記憶のどこかで、エドとかで一緒にっていうか、エドで耐えてたかもしれませんけど。よし。今のパズル、なんとなくいい感じでしたね。はい、というわけで今回はね、究極分岐したソニア使ってみましたけれども、いや、なんか、めちゃくちゃ強いですね。
正直 7.5 倍っていうからもっともたもたしちゃったり戸惑うっていうか負けると思ってたんですよ正直。でまあこんなもんですよね、でもここまで生きるのは大したもんですよって言おうとしたんですけど、ボスをほぼあんなミリ残りではあるもののほぼほぼワンパンに近しい形で削れてしまったので、やはりなんか火力がその数字以上期待値以上出てる気はしますよね。まあジンが強いっていうのもあるんですけど、それがソニアの強みなので、逆にね、ジン使わないであそこまでなんだろう、ボスでジン使わないってことはありえないので、まあやっぱそれ込みで考えるとやはりめちゃくちゃ強くなりましたね。はい、というわけで、今回はね、究極分岐した、青ソニア使ってみましたけれども、まあ他にもね究極分岐いっぱいいるので、まあバンバン使っていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それでは。